Hello, ladies and gentlemen. You know what? Screw my intro. I have pretty crappy storage on my phone. But anyway, we're just going to continue with this. I actually vividly don't remember where I was at. I knew I was past this. Yeah, let's just go. Let's just do it here. Since I was behind, of course, the live stream ended, so I had to watch it through the re-upload on the channel on Nintendo. こんな時には加速レール、パワードレールなどとも言われますけれども、これです。最初に出たのが分かりますでしょうか。金とレッドストーンがあればいつでも加速レールを出すことができます。もちろんスピードが乗っていれば生きられにくいですし、威力も高いです。単純に体当たりが強い必殺技ですが、他の使い道もあります。ジャンプでトロッコから離れることができるのですが、その時に相手を巻き込むことができます。相手を巻き込んで落としてしまったり、相手をそっと巻き込んだところを追撃したり、相手の蓄積ダメージが高いほど拘束時間は増えます。いずれにせよレバガチャで早めに復帰したいところですね。上必殺技はエリトラです。原作ではエンダードラゴンを倒した後のお楽しみでしたね。まず最初にエリトラを展開してロケット花火に点火します。 You know what? I know he slows these things down so you can see what's going on, but sometimes I think my video is just lagging. ライダーと同じなので、あんまり上の方に行くと失速をしちゃったりしますけれどね。比較的自由度が高く飛べると思いますので、相手の復帰阻止をかわすような感じで飛んでもらえれば良いのではないかなと思います。こんな感じですね。基本的にはやっぱり崖つかまりをするような軌道で飛ぶのが基本かなと思います。攻撃力についてはロケット花火点火の時のみあります。最初の一瞬ってことですね。ですからその他の部分で隙を突かれないようにしてもらえればと思います。非常に長い距離を飛べる技ですが、後ろには全く下がれないのでご注意ください。こうなったら詰んでます。崖外で使う場合、ロケット花火が点火される前に反対側に向き直るようにしましょう。こんな感じで振り向くことができます。なお、エリトラを使うのに素材はいりません。使い放題です。 Okay, I'm sorry that I'm not commentating. Just if I see something that I want to comment on, I will. That's... Nope. See, no.That happens to me way too much. I don't want to do it with this character too. TNT 火薬は原作では火薬を使って作る贅沢品ですが、スマブラでは You can't have a Minecraft. You can't have Steve or Alex without TNT, of course. 爆発なんかも原作に準拠したパターンですね。もちろん爆発させるためのものですが、その爆発は超強力です。刺激を与えると爆発しやすいので気をつけましょうね。Oh my god, is that the screen? でも置くだけだとしばらく爆発しないんですね。自分が巻き込まれる可能性もあるし、そこでレッドストーン導線を敷き、重量感知板で遠くから爆発させるということができるようになります。レッドストーンを消費します。下必殺技を出すと、こうレッドストーン導線を引いて、これを押すと爆発。重量感知板を真横に置いてしまうと、
これ踏むと自分がダメージを受けてしまうので注意してください。また重量感知板というのは相手が踏むこともできます。相手を踏むことを前提に場所を設定するというのもありはありですね。それと、もしも両者が巻き込まれた場合、This is a long freaking video. 突っ込みは弱くなりますから、自爆覚悟で突っ込むというのも一つの手かもしれないです。なお、下記現金です。When I went to my subscription to find this video, I literally vividly... 代表的な使い方はやっぱり複数値ですから。I really tried my hardest to avoid looking at the meat costumes. まあ、単純に置いとくだけでもプレッシャーにはなると思います。先頃ご紹介したトロッコで感知板を押すこともできます。そして最後の切り札はトラップルームです。Oh yeah, Final Smash. 原作では相手を罠にはめるために建造物を建てることがあるかもしれませんが、そういった性質のものになります。巨大ピストンを呼ぶ、吹っ飛ばす、トラップルームに閉じ込めて、This is kind of like This looks well, it kind of looks like She justYeah, Victory said. She kind of just, that looks just like the trailer, the reveal, kind of. Oh, if I say Bloom, it's Boom. That'd be cool if you get multiple people in the house at once. Or did she? Just Shield で盾を構えることができます。これも原作にあった要素ですね。眠らされるとどうなるかというと、The whole bed just kind of shows up. なんというか、冒険の先にはベッドを持っていきたいですね。そしてカービィに座れるとどうなるのか。Oh, どうなると思います。Let me see what Kirby looks like. Oh my god! He just turned into a blob.It is funny. Minecraft のスピンオフとして、こんなに豪華なネタを備えながらアクションを成立させているものもなかなかないだろうと思います。ぜひお楽しみいただければと思います。Kirby looks funny. Minecraft World. Minecraft World をご紹介します。原作マインクラフトにはエリアごとにバイオームと呼ばれる生物群系が存在するんですが、スマブラにはなんと6つのバイオームを備えています。試合のたびにランダムで切り替わります。まずこれが基本的なバイオームであるところの草原です。村人が歩き農作業をしていますね。そして日が So much like Minecraft, the villagers are just minding their own businessI wonder if you can hurt them like you can in Minecraft. ゾンビやスケルトンが湧きます。Ooh. ここで通常ゲームでは見られない特別なカメラでお家を覗くと、ちゃんと村人寝てたりしますね。ゾンビが見てます。You can look in the house just like how you can look in the buildings on four sides. そして朝がやってくると、ゾンビやスケルトンがちゃんと燃えます。That makes sense.これで、村人も It's really cool. Looks exactly like something coming out of Minecraft. どのバイオームでもそうですが、手前にある物品というのは壊すことができます。それによって直ちにすることができるということですね。I don't like Sakurai for using two controls. I wish I could do that. 試合終了まで復活しません。次に白樺の森。村人はいませんが、羊や牛がたむろしていることがあります。ここでは木を壊すとすり抜き床が出現します。全部の木を壊すと2枚のすり抜き床が出ることになります。右と左ですね。次にサバンナ、つまり亜熱帯の草原、アカシアの木。 Wait, there's like a whole different versions. I guess that's what the biomes are. 手前の木を伐採して、1枚のすり抜き床を出すことができます。次にタイガ、針葉樹林などが生える、やや寒い地方。ゲームでは気温感じることはないですけどね。手前の木はまんま針葉樹の形だと遊びになりにくいので、上に乗れる程度の形状になっています。苔むした石もありますね。なお破壊可能地形の上で掘削した場合、1ブロックを破壊する前に、複数種の素材を得ることができます。1ブロックにつき1個っていうわけではないんですね。
そして雪のツンドラ、永久凍土の凍結地帯ということになります。中央にイグルーがありますね。イグルーとはカナダ北部のイヌイットの人たちが狩猟先で。 I'm not paying attention. I don't know if he said that you can switch through these or it's just random. But that's a question I have if he didn't say it. 一応中身もあるにはありますが、原作でイグルーを見つけたら、地下を掘ってるといいですね。I don't know this stage. 最後に、石の階段。The breakability reminds me of, Crab, you know what, I'm not even going to say it. I don't remember the Breath of the Wild stage's name. I think it's a Great Plateau, but I could be wrong.草原ではこんな感じ。ファイターが乗る正中線の上ではいつも同じ素材構成になるようになっています。やっぱり重要なのは鉄の位置ですね。鉄鉱石が取れるということが大事ですから、ここ鉄がいっぱい出るということですね。もちろんマインクラフトワールドにも戦場か終点かのステージはあります。ただこちらはバイオームの差がなく高原モチーフで固定になります。Oh yeah, there's an alternate. But no zombies, right? Because, you know. では一通り説明したので、実演したいと思います。今回も、特典としてのスピリッツボードが加わります。ここですね。You know, I was playing Smash yesterday just to celebrate. マイクラフトの敵キャラなどをモチーフにした代理戦闘ですが、今回のお試しはここでやってみたいと思います。I'm really bad at spirits. I'm just gonna say that now. まず、普通はこの相手のパワーに応じたスピリットをセットするわけですよね。だけれども、今回はスピリットなしで行ってみたいと思います。まあ、ノービスだからこんぐらいでも十分であろうと思います。スーパーアーマーがあるようだからちょっと苦労するかもしれないですけどね。ゾンビ10匹だそうです。はい、始まりました。It's a lot of freaking zombies. これはサバンナですね。アカシアの木がちょうどいいように自分を守ってくれている。I can't wait till he comes out. Well, he and she. あちちあちち。相手がスーパーマー持ってます。I still can't believe this finally happened. After so many people joking about it, Steve actually came into Smash.It's insane. I thought this day would never come. どうしようあれ。ああ、自分でやられてどうするという。ここは空中下に頼っちゃう。まだまだ鉄はいっぱいありますからね。Okay, this is dark. The nighttime version of this stage really hard to see. じゃあもう一回。あ、発射。一回。Oh, what's?Do we get to see his victory screen? I want to see victory screens. He has a pretty bland render, though. Kind of just standing there. Please tell me this isn't the only song in the entire.I retire differently.
始まりました。相手が来る前になるべく素材いっぱい取っておきたい取っておきたい。もうダメ。相手はスライムなので、原作同様ジャンプしては、上の方から攻めてくるっていうようなロジックでやってくるんですね。While he's here, is he just gonna spam that? 上に来て攻撃を食らう前に、他の攻撃で潰しちゃうというのは有効です。まあこんな攻撃ばっかりしてると。Oh, of course, this is slime. I thought this was creeper, but that was dumb of me. I see Stephen Alex said that it was a type of. Well, never mind. I'm actually going to finish that sentence. I was going to say they're the type that doesn't have any voice clips, but they don't talk in Minecraft anyway. So it makes sense. I like this more. This final smash.I mixed Smash and Final and got Smile. I don't know how. So... Hi! Hi! Over. Eh, good. Why do you have to use, like, why do you have to use, Spirit Board to see them in action? Because I want to see their, victory screens.ところで通常のスピリッツボードに、再生機能がつきましたけれども、スピリッツをつけず持ち込みアイテムもなしにすると理論上の最高スコアが得られます。受けたダメージやかかった時間というのは全く関係ないんですね。すべての敵対スピリッツを味方スピリッツを助けなしにクリアできた人っているんですかね。いたら手を挙げて。いたら世界に何人くらいいるんでしょうね。よほどの超人が多数いたら、全員クリアまでのタイムアタックもできるでしょうけど、これはあらゆるゲームの中でも相当難しい部類、選ばれし者の戦いになると思うので私としてはお勧めしません。なお、勝ち上がり乱闘での、スティーブコースももちろん用意していますので。 Fun fact, ever since the day I received Smash Ultimate, I never played Classic Mode. Finally, please be Area Math, Area Math, Area Math.様々な楽曲を備えるスマブラ SP ですが、残念ながら、原作に流れてきた Please, let there be a remix of Area Math. That's my favorite Minecraft track. もっとも、テンションが高いゲームとしては、Come on, stop the talking, get on with it. そのものを、入れるというのはやっぱり困難でしょうけれどもね、安らいでしまうので、そこで、マインクラフトアーとかマインクラフトダンジョンズなどを含むミニゲームやスピンオフの楽曲から厳選し、より対戦を楽しめるように、してみました。アレンジを施して提供します。曲目はご覧の通り、全7曲です。うち6曲がアレンジ曲です。There's only seven. 本編のミニゲームからはバトル、タンブル、グライドと、no area map. That's dumb. マインクラフトワールドステージには昼だけではなく夜も訪れますが、I don't even recognize any of these. He did say some of them will be from Minecraft Dungeon, so. That's lame. When Steve and Alex come out, that's not too long from now.そのまんま受け取り可能、単体でも。That's only 10 days from now, which is a little over a week. Yes! 次に追加されるミーファイターのご紹介です。This is one of my favorites. I love these at the end. 楽しみですが、今回はせっかくなので、マインクラフトゆかりのものを制作追加しています。こちらをご覧ください。Oh, of course. Creeper. But since
creepers are known to explode, we would think it would be the me, let's see, Gunner. That would make more sense. They don't always do stuff where it's by the new DLC characters, you know. The me costumes. They don't always do that. Ooh, Bomberman. Oh, he looks exactly how he does in Bomberman. That's really cool. Kind of like how Vault Boy Saiyans and Cuphead. I'm definitely buying that one. It's all of them? I really want to get the Bomberman one and the Creeper one. I'm excited for them. What does it sound like? You just said Obama. Okay, I'm just gonna stop. Alright. I can't wait. ボンバーマンだからといって爆弾技が増えるわけではないので、たまにはアイテム十文字爆弾縛り弾頭なんていかがですかね。 I think Bomberman would be a cool. He's already a... Ooh. 次にアミーボについての話題です。 Joker. ジョーカーと勇者のアミーボについて、ご紹介しました。 I wanna... 沢村ではそれぞれ育てて遊ぶことができます。 They're available now. Yeah, I saw that. I need Joker and Hero. Mostly Joker though.Because I'm a huge Persona 5 head. Banjo? Oh my god! Look at it! Oh my god, it's beautiful. That's really cool looking. I like how he has the jigsaw puzzle piece. Cool. Oh, that's cool. Oh, they got Byleth too. Yeah, they don't make those anymore. You can still change it to the girl version though. I can't wait till Terry comes out. Are you sure? Oh my god, Terry! Terry is my main, guys. He's beautiful. Guys, Terry is my main, so I'm really excited about that. Most likely, yes. I want to see what Min Min and Steve looks like. Yeah, I can't wait for those. It sucks that I have to wait till next year for those. Next year is only a few months from now, though, so hopefully 2021 becomes better than this year. But Steve and Alec just brightened this year for me. Small battlefield. Knew it. I really like the all music thing for those. That's really cool.
そして、通信環境の調整、ラグやマッチングが I have yet to play on small battlefield, but I don't have any intent to do it. 通信環境が良くなる以上 But technically it is a new stage. できれば Wi-Fi ではなく有線で繋いで Does anyone actually buy those and use those? You really don't need to. He has such a... It sucks because He has such a bland render. He's just kind of standing there.スマブラの世界における、売り上げが2000万本を超えたそうです、すごい数ですよね、新しく始めた方も多いということになります。なので、見えない工夫や調整などは、可能な範囲で、適宜施していきたいと思います。今回も、バンジョー&カズイに引き続きマイクロソフトさんにお世話になっております。People didn't think Steve would show up because of how that there's already a Microsoft rep in Smash Banjo, which is what was my mindset for a while until this happened. But as soon as my, Minecraft Dungeons came out, I thought there was a bit of a possibility.室内でたっぷり楽しめるゲームというのは環境が厳しい時には特に助かるものです。 Oh yeah, that's what I've been doing my entire time being in quarantine. Just playing games. It's perfect. ゲームを楽しんでもらえればなと思っています。以上、ディレクター桜井がお届けしました。それでは Sakurai? Well anyway guys, there you have it. The presentation for Steve. Thank you guys so much for watching.I enjoyed this, and I'll be signing off, so I'll see you next time.